はい、こんにちは、116ウィンズです。今日の動画ではですね、ベッツらが絡む大型トレードの成立がちょっと怪しくなってきたというところの、まあ、続報について話していこうかなというところと、あとはパドレスとレイズ間で今日トレードが成立したので、そちらについても触れていこうかなと思っております。はい、まずはレッドソックス、ベッツらが絡む大型トレードの話題から始めたいと思います。前の動画でですね、レッドソックスがブルスダル・グラテロルの状態を懸念していて、まあ、トレードの正式発表が遅れているという話をしたんですけれど、どうもですね、レッドソックスは未だに難色を示しているようでして、でグラテロルに加えてトッププロスペクト、少なくともチームのトップ10級の選手をどうももう一人要求しているみたいなんですね。でツインズ側はトップ20級の選手をもう一人加えることはオファーはしたみたいなんですけれど、やっぱりトップ10級となるとツインズ側としてもやっぱり見返りが前田健太しかない以上、さすがにそれは厳しいということで、ツインズもですね、ちょっとそのレッドソックス側の要求に応じることにちょっと難色を示している状況でして、もしかしたらこの大型トレードからツインズが離脱する可能性が出てきました。で正直なんでレッドソックスがこんなに強気で要求しているのかがわからなくてですね、普通に考えたらこのトレードが成立しなくて一番困るのはレッドソックスのはずなんですね。前の動画でも少し触れましたけど、やっぱりベッツの契約が残り1年というところ で、しかも長期契約も望めない状況の中で、やっぱりこれ以上ベッツをチームに残しておくメリットもないですし、またレッドソックスとしてもデイビッド・プライスの契約を早くなんとかしたいという思いが絶対にあるはずなので、なんでここまでレッドソックスがそのグラテロルの状態にこだわって、でしかもさらに見返りの要求をそこまで強気に出ているのかが、まあ、正直ちょっと理解ができないんですね。でこれが理由かはちょっとわからないんですけれど、もしかしたらレッドソックスが強気に出ている理由がレッドソックス側のオーナーの問題にあるかもしれないんですね。レッドソックスのオーナー側は今回のベッツのトレードの見返りに関して、まあ、ちょっとどうも懸念を示しているようでして、まあ、当初の予定ではバーデューゴとあとはグラテロルというところで、まあ、レッドソックス側の見返りが報道された時に、まあ、結構メディアがですね、ちょっとネガティブに報道しちゃったんですね。やっぱりレッドソックスの見返りとしては、まあ、どうしてもベッツとプライスというところを考えると少ないというところで、メディアのネガティブな反応が出たというところで、どうもそこにレッドソックスのオーナー側が懸念を示したみたいなんですね。まあ、もしこれが理由なのであれば、まあ、確かにレッドソックスがここまで強気に出ている、まあ、理由も、まあ、頷ける部分もありますし、やっぱりチームを預かるゼネラルマネージャーとしてもオーナー側の意見というところはおそらく無視できないところもあるとは思いますので、まあそれであれば確かに理由としては納得はいくんですけれど、まあただですね、ちょっとレッドソックスが一番困る球団なのにこの対応はどうなんだっていうのはちょっと個人的に思ってしまいましたね。でさらに今回のトレードは非常に多くの選手が絡んでいるので、やっぱり早く解決の方向に進んでいかないと、まあ、絡んでいる選手としても移籍するのか移籍しないのかというところで不安な部分もあるでしょうし、スプリングトレーニングも1週間後には始まるので、まあ、早くですね、このトレードに関して解決の方向に進んでほしいなと願っております。はい、続いてレイズとパドレスで今日成立したトレードに関して話していこうと思います。今回のトレードに関しては全く噂とかも出ていなかったので、まあ発表された時にはちょっと正直驚いたんですけれど、まずパドレスがレイズのクローザーであるエミリオ・パガンを獲得で、レイズの方はパドレスのセンターであるマニュエル・マーゴと、あとはプロスペクトローガン・ドリスコルという選手を獲得しております。で今回のトレードはですね、双方の強みをさらに補強した印象が強いですね。パドレスはもともとかなり強固なリリーフ陣を誇っていたんですけれど、まあ、そこにパガンを加えることで、まあ、さらにリリーフ陣が強化されましたし、またレイズはですね、センターにケビン・キアマイヤーという守備のいいセンターがいるんですけれど、まあ、それに加えてさらに守備のいいマーゴというセンターが加わったというところで、お互いの強みという部分をさらにこう強化したようなトレードになりましたね。でパドレスとしてはおそらく、まあ、クローザーがカービー・エイツという、まあ、選手がいるんですけれど、まあ、その前を投げる8回に、まあ、パガンを置くと思うんですけれど、実はですねパガンっていうのは XWOBA が非常に良い選手なんですね。 XWOBA というのは WOBA の期待値になるんですけれど、まあ、WOBA については調べていただければと思うんですけれど、まあ、要するにですね WOBA の期待値というところで、まあ、非常に打球の性質というところが評価されている、まあ、指標になるんですけれど、その指標で見たとき昨年のパガンの数字っていうのは実は MLB でもナンバーワンの数字でして、まあ、この2割2分1厘っていう数字は実はパドレスのクローザーであるイエイツよりもさらに良い数字というところで、昨年のパガンという投手は非常に打球管理がうまくできていた投手なんですね。おそらくパドレス側としてもこういった指標を評価して、まあ、今回パガンを獲得というところに至ったんじゃないのかなというふうには個人的には思いましたね。
で、レイズ側のマーゴの獲得の意図としては、まあおそらく 1,2 年以内の支店売も視野に、まあかなり今外野手を集めている状況ですから、まあそこにさらにマーゴを加えたっていうところと、まああとはキアマイヤーの保険という意味もおそらくあるんだとは思います。まあキアマイヤーは非常に怪我の多い選手で、まあ何かと離脱することが多いので、やっぱりですね、センターに、まあ、キアマイヤーの守備を失った時に、まあ、それと同等ぐらいに守れるセンターをおそらく一人獲得したかったというところが、レイズ側としてもおそらく意図としてはあって、で、実際にマーゴの守備力っていうのは非常にですね、MLB の中でも、まあ、結構上位に入るような選手でして、アウトアボブアベレージという指標が実はあるんですけれど、まあ、この指標というのは、キャッチ確率をもとに、どれだけ難しいキャッチを決めてきたか、まあ守備範囲の広さを、まあいわば表しているような指標なんですけれど、その指標で見たときに、マーゴの守備力というのは、キアマイヤーに及ぶほどではないんですけれど、ただ MLB 全体でも7位というところで、まあ非常にセンターの守備が上手い選手ということになっているんですね。キアマイヤーが離脱しても外野守備が落ちないように、まあマーゴという非常にセンター守備の良い選手を確保しておいて、まあシーズンを通してですね、一定の守備力を確保しようというところがレイズの狙いなのかなというところが思いましたね。まああとレイズとしてはおそらくパガンの売り時を考えた時に、やっぱりクローザーをやらせた直後が一番、まあ、バリューとしては高いと思いますので、売り時を見定めた時に、まあ今が一番売り時として最適だというところをレイズフロントが判断したという可能性も、まあ、考えられるのかなというところですかね。というところで今回2つの話題をご紹介しましたが、いかがだったでしょうか。今後も MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。